ちは。さらば金のチャンネル。30回ですかね。30回なんですか。今不吉ですねこれね。まあいいや、うん、ありがとうございます、うん、いつも見てくださっている皆様感謝。ちょっと間が空きましたけれどね、はい、イベントこのね、真夏の夜のジャズ、お越しいただいてありがとうございました。おかげさまで、まあ、人数制限ある中、はい、ちょうどいい感じの、無事終わりまして、終わりました。で、はい、その後ちょっと脱力しておりまして、更新が、1週間来ましたけどもね、はい、今日の曲は山本が、作った曲で、これちょっと特殊な感じがしますけども、なんとなくそのドビュッシーの曲をイメージして作ったというか、ちょっと影響を受けたものをそのまま素直に出してみました。そうですね。はい、そういうことで、はい、高橋には制限がある演奏をしていただきましたね。アドリブとかなくて全部山本が音を書きました。珍しい。最後のアドリブだよ。さあちょっとね。ちょっとね。私のパートはアドリブないです。ないね、うん、でもこれ別にねアドリブないって言ったって全部私はアドリブだと思うんだよね、うん、どう弾くかっていうのがそうですか、うんうん、そうやっぱりなんか一音一音なんかこう、うん、試されてる感じがするんですよね、うんうん、はい前回高橋の曲でしたけどその前に空は金色の曲集っていうか、6曲入りのミュージッククリップを作って、うん更新しましたけども、はい、その、動画をですね、動画の音源を、うん、今洋州博物館っていう私たちが月に1回演奏させていただいているお店での YouTube チャンネルで BGM として使っていただいております。そうです、うん、今日更新の分か昨日、金土あれ土曜日に公開するって言ってたかな。ね、金曜日、土曜日撮って多分金曜日、土曜日あるんじゃないですかね。うん、ちょっとそのペースわからないんですけども、うん一応週2回アップされてますよね。そうそう、うん、私たちの音楽を使いたいということだったんで、オリジナルの曲集を使っていただいております、うん、こちらもぜひぜひぜひ天領日田洋酒博物館マスター高島幸四郎っていうページがありますのでね、そちら見てみてください。最新の、はい動画で私たちも紹介いただいてるんじゃないかなと思います、うん、ウイスキーの話とかね、とても面白い話が、うんね、マスターはすごく博学ですから、うん、面白くてためになるチャンネルです。お酒に強くなる、うん、肝臓は分かりませんけどね、うん、来月ですけど8月22日に楠町、大分県楠町の赤とんぼという、喫茶店でですねライブをします。夏の缶祭りと題しまして、大分県内で、管楽器を頑張っている若手の、ミュージシャンと、私たちね山本山高橋聡原健太郎が、なんちゅうかサポートみたいな感じで一緒にやろうと思っています、はい、8月22日夜7時スタート。はい、そうですね、はい、あと先ほど言った洋酒博物館でも今度の木曜日30日に7時半からやります。それはお近くの方で定例ライブですね。7月30日、はい、うん、他にもいろいろありますのでね、うんまた中止になったりするかもしれないんですけども、そうですね、うん、脈々と用意をしながらやっていきたいと思っています、うんはい、説明の欄にね、スケジュールも載せておきます。よろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で、はい、皆さんお会いしましょう。